ブガッティ・ベイロン、ベイロン、ベイロン16.4は、ブガッティ・オトモビルが2005年から2015年にかけて製造していた、ハイパーカーである。1998年、フォルクスワーゲングループによって設立された、新生ブガッティブランド初の市販車であり、2005年から発売され同グループのフラグシップともなっている。ベイロンの名は、初代、ブガッティのエンジニア、レーシングドライバーであり、 1939年のルマン24時間レースをジャンピエール・ウィミユーと共にブガッティパイプ57でするなど活躍したピエール・ベイジョンから来ている。1999年フランクフルトモーターショーにてジョルジェット・ジュージアーロの至るデザインによるコンセプトカー e b 1 8ンシロンを発表。シロンの名はかつてのブガッティのレーシングドライバーであるルイシロンから その後、フォルクスワーゲンが独自に手を加え、1999年の東京モーターショーでベイロンロを持つコンセプトモデルが登場。この時のモデル名称は e b 1 8 4ベイロンであった。翌2000年のパリサロンで搭載エンジンが W18 気筒から W16 気筒に変更され、現在の名称が採用されると同時に、大まかな仕様、最高出力 1000HP 以上。 最高速時速 400km 以上が発表された。2001年には量産化に合サインが出ていたが、高速走行時の空力特性、スタビリティの問題や、大型エンジンの採用による排熱の問題もあり、開発は難航していた。2015年2月、ベイロンの完売が発表され、絶版となった。正式車名の 16.4RV8 気筒2の W16 気筒プラス4ターボチャージャーであることを表している。ミッドシップマウントされた8.0リットルの排気量を持つ W 型16気筒エンジンは4機のターボチャージャーにより下級され 1001PS を発生する。厳しい冷却条件を満たすため冷却水は50リットル、エンジンオイルは23リットル必要である。製造時、このエンジンは すべて8時間のベンチテストにかけられた後、6500rpm のレッドラインで数分間回される。4輪駆動で、発進から時速 100km まで2.5秒で、加速し、時速 200km までは7.5秒、時速 300km までは16.7秒、0から 200m は6.6秒、到達速度時速 188km、カークラフィックし、計測。 0から400メートルは9.95秒、到達速度時速235キロメートル、動詞計測、そして最高速度は時速407キロメートルに達するとメーカーより発表されている。ただし、最高速に達するまでには11キロメートル、そこからのブレーキングに500メートルが必要なため、最高速を出すには最低11.5キロメートルの直線が必要になる。 また時速 407km のトップスピード時の燃費は 0.8kmL であり、100リットルの燃料タンクが12分で空になり、その間の走行距離はわずか 80km である。組み合わされるトランスミッションは7段 DSG である。これはクラッチペダルがないにペダル方式のため、日本ではオートマチック限定免許でも運転できる。 フルオートマチックモードとセミオートマチックモードが備わる。セミオートマチックモードの時は、ステアリングホイール裏側のパドルで操作する。このトランスミッションのエンジニアリングを担当したのは、イギリスのである。ベイロンで実際に時速407キロメートルを出すには、一旦停車し、ブレーキペダルを踏んだ状態で、専用のキーを運転席横のサイドシルに差し込まなければならない。これにより、 車高が最低位置まで下がり、リアウィングの水平からの角度が最低の2度まで下げられる。なお事前にすべてのタイヤ及びマグネシウムホイールを新品に交換するという条件も満たさなくてはならない。タイヤはベイロンの最高速に合わせたミシュラン車特製のパクスランフラットタイヤで価格は1セット2万5000ドルと報道されている。また高速走行する際に 地上最低高とリアウィングの高さを3段階調整することができる。地上最低高はノーマルが 120mm なのに対しハンドリングモードに切り替えると 80mm にな、さらにトップスピードモードに切り替えると 60mm にまで低くなる。リアウィングは油圧式で最大にするとルーフを超えるまで上昇する。ブレーキを踏むと立ち上がりエアブレーキとなる。 2005年の東京モーターショーで生産型が正式に発表され、2006年6月からデリバリーが始まった。300台を上限として限定生産される。たとえ300台を超える受注があっても増産することはなく、受注が300台に満たない場合でも生産期間を引き延ばさないとした、このうち日本への割り当ては5%の15台。ただこれは予定で、もし、 日本で15台を超える受注があった場合は、世界全体の受注が300台に満たない状態であれば販売していくとした。後にオープンモデル150台の追加生産が決定したため、販売予定台数は450台となった。ブガッティオトモビルから指名された日本の世紀発売代理店であるニコルレーシングジャパンは、車両価格1億6300万円、税込みで、 販売開始した。これは100台単位で生産される自動車としては、世界最高額であるが、日本ではこれまで4度の価格改定を経て、2009年11月、以降の低下は1億7900万円、税込みとなっている。最大の市場であるアメリカ合衆国でのメーカー、希望小売価格は125万ドルである。実際に購入するにあたってブガッティ及びその車の、 イメージが損なわれることを避けるための審査が行われる。まず日本の代理店であるニコルレーシングジャパンが顧客の情報事前に確認、問題はないと判断された上、職業、購入目的等、年収審査は存在しないの情報を部学期本社に送り、審査が行われる。これらの審査を通過した時点で購入の事前確認が完了し、約5000万円の予約金を支払うと、 航空券、ファーストクラスを伴った招待状が届き、モールスハイムの部ティ本社へ招待される。そこで車の内外装、他オプション等を決め、シートの形状、サイズ、位置などオーナーに合わせ、部ティの用意したテストコース、サーキットや行動などで試乗をし、納車までの間に残りの金額を支払い最終的に納車となる。 本社に行かずに日本で使用を決めることも可能である。購入した顧客にはブガッティのオーナークラブへの入会資格があり、クラブではオーナー同士が時速 400km オーバーを目指すレース等のイベントが行われる。2007年、日本で新規登録されたブガッティは3台であった。2011年8月、ブガッティは300台限定で生産していた。 ベイロン16.4の完売を発表したオープンモデルのベイロン16.4グランドスポーツは継続販売。ピュールさん、プールサング、フランス語で、純血、サラブレッドの意味は2007年9月11日、フランクフルトモーターショーにて発表。5台限定で、ボディはクリア塗装で、アルミニウム合金、カーボンファイバーがそのまま見える仕様となっている。 専用のダイヤモンドカットフィニッシュアルミホイールが装着される。発表後24時間で完売となった。2008年3月4日、ジュネーブモーターショーにて発表されたエルメス仕様モデル。FBG とは、エルメス本社の住所、ルジュホブールセイント、アンレイ、ホブール、サントノレ通りのフブール、ホブールから来ている。 デザインはエルメスのガブリエーレペッチィーニが手掛けた。ボディカラーは専用色、チョコレートでホイールには中央に H マークが付けられる。内装はエルメスレザーで内側ドアハンドルはエルメスのトランクのハンドルを連想させるデザインとなっている。フロントグリルは H マークのモノグラムデザインとなっている。給油ドアには社名が刻まれている。3の R、3グのワール。 フランス語で黒一の意味は15台限定。オールブラックのエクステリアと明るいオレンジのインテリアが特徴のクーペ。ブルーサントネイル、ブルーセンティーヌターは2009年ジュネーブモーターショーで発表されたブガッティブランド100周年記念モデル。ボディ色はブガッティブルーでマットと光沢のコンビネーションとなっている。ホイールも専用でブレーキキャリパーはレッドにペイントされている。 グランスポーツ、グランドスポーツは、タルガトップ仕様である。2008年8月、ペブルビーチコンクールデレガンスにて発表された。2009年4月から製造を開始した。タルガトップを採用しているため、合成の低下を防ぐ、大幅なボディ強化が行われた。フロントガラスや走行用ライトにも、小変更が加えられた。取り外し可能なポリカーボネート製ハードトップの、 他トランクに収納できる緊急用のソフトトップがある。最高速度はハードトップを装着した場合は、標準のクーペモデルと変わらない。ソフトトップ装着の場合は、時速 130km となる。最初の1台目はオークションにかけられ、販売価格を上回った分は、全額チャリティに寄付された。クーペモデルの300台とは別にオープンモデルは150台を生産予定。 グランスポーツサンブルー、グランドスポーツサングブリュー、サンブルーはフランス語で、青一の意味は2009年8月ペブルビーチ、コンクールデレガンスで発表。タルガトップのボディは、ブルーカーボンファイバーとポリッシュ加工アルミニウムとなっており、ディアやスコープもブルーに着色されている。ホイールは、ミッドナイトブルーハイライトとダイヤモンドカット加工の、ツートン仕様となっている。ソレイユ・ドゥミニュイ。 ソレイユデニュイ、ビアクヤは2009年ドバイモーターショーで発表された。ポリッシュアルミニウムアクセントのメタリックブルー、ブラックカラー。227万ドルで販売された。グランスポーツグレーカーボン、グランドスポーツグレーカルボーンは、2010年、ジュネーブモーターショーで公開された一台限定モデル。タルガトップのボディに、カーボン柄の見えるクリア塗装と、残りが、メタリックグレーアルミニウムとなっており。 カブラインはポリッシュ加工アルミニウムとなっている。内装はライトグレー。サンブランはイギリスの顧客からの要望によってデザインされたワンオフモデル。マット仕上げのパールセントホワイトベースでフロントグリル、エギゾースとエンジンカバーはブラック。内装もブラックとなっている。2011年サンブランは走行距離448マイルでで販売された。 2011年の上海モーターショーで初公開されたワンオフモデル。マットホワイトとカブはカーボン柄のブルーとなっている。インテリアもブルー。展示後すぐに契約済みとなった。グランスポーツロール・ブラン、グランドスポーツエルアーブランは2011年6月に発表されフランクフルトモーターショーで公開された。ベルリン王立時期生当初とのコラボレーションモデルであり。 内外装に陶磁器の要素が取り入れられている。レッドエディションは2011年のフランクフルトモーターショーで公開された。内装外装ホイールがレッドカラーとなっている。2011年のドバイモーターショーで3台のデザインの異なる中東エディションが公開された。エクステリアカラーはそれぞれブライトイエロー、ブラック、ブルー、カーボング,グリーンシルバーとなっている。 イエローモデルは158万ユーロ、他の2台は174万ユーロで販売された。ウェーロンは2012年北京モーターショーにて公開された。2012年流の年を称えたモデルで、パールホワイトのエクステリアとカーマインレッドのインテリアが特徴。インテリアではシートの竜の文字など竜をモチーフにしたデザインが随所に施されている。 158万ユーロで販売された。スーパースポーツ。スーパースポーツは、エアロパーツの改良や足回りの強化が図られ、エンジンは最高出力は 199PS アップの 1200PS。最大トルクは 25.5KGFM アップの 153KGFM を発生するモデル。ボディタイプはクーペ。2010年7月、ブガッティの開発ドライバーである。 ピエール・アンリ・ラファネルによって最高速チャレンジが行われた。フォルクスワーゲン所有の 9km の直線を持つを両方向に走り、1回目時速 427.988km、2回目時速 434.211km、平均時速 431.072km を記録し、2007年9月に、 SSC Ultimate Air o t t が記録した時速 412.28km を更新し、ギネス世界記録に認定された。2010年8月、ペブルビーチコンクールデレガンスにて公式発表され、30台程度が限定生産された。日本国内での販売価格は2億8900万円。最初の5台は、ワールドレコードエディションと呼ばれ、 ギネス記録挑戦に使用したものと同様にボディカラーはマットブラックとオレンジの組み合わせとなっている。市販仕様ではタイヤ保護のためリミッターが時速 415.07km でかかるようになっている。2011年9月に標準モデルと共に生産を終了した。2013年。 同社の持つギネス世界記録がリミッターを解除した状態で記録されたものであったことについて、市販モデルと同じ状態でないことが、ギネスワールドレコーズ社以下、ギネスのガイドブックに違反するものであると指摘された。その後専門家が調査を行った結果、リミッターの存在は車両及びエンジンの機構や設計に影響を与えないと結論付けられた。しかしギネス社は、 同年4月5日から1週間、一時的に記録を削除している。スーパースポーツメルベイユ。スーパースポーツメルビは、スーパースポーツをベースに制作されたワンオフモデル。中国に住む大富豪の男性が、自身の40歳の誕生日を記念してオーダーしたもので、ブガッティの CEO やドライバーのラファネル氏など、幹部からはメッセージ動画が YouTube を介して送られ、 グランスポーツビテスセ、グランドスポーツビテスは2011年3月のジュネーブモーターショーで公開された。グランスポーツにスーパースポーツにも搭載されるパワートレインエアインテークを搭載、これまでのグランスポーツ以上にボディ構成が高められている。最高速度は時速 410km と公表されるが通常走行では 時速 375km でリミッターがかかるようになっている。2012年のペブルビーチコンクールでレガンスで発表されたワンオフモデル。エクステリアは上部ホワイトで、下部のライトブルーは1928年のタイプ 37A 由来のカラーとなっている。後にオーナーがオークションに出品した際にはルシエルカリフォルニアと称された。 サイドにレシェルカラフォーニエンのロゴが入っている。2013年4月には特別使用者のビテッセ、WRC が発表された。WRC とは、ワールドレコードカーの略称で、同社が最高速度時速 408.884km を記録し、世界最速のオープンカーとなったことに由来する。2013年に発表されたブガッティに、 縁のあるレジェンドなどの名を冠した6モデルで、ジャンピエール・ウィミーユ、ジャンブ・ガッティ、メオ・コスタンティーニ、レンブラ・トブ・ガッティ、ブラック・ベス、エット・オレブ・ガッティが各3台の限定生産で製造された。また、ドバイの警察にベイロンがパトカーとして導入されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。